銀河英雄伝説。くっそ激烈に面白い二度もアニメ化したスペースオペラ小説の名著。方針演技の作者で銀英伝のガチオタである藤崎龍がリライトしたコミック漫画。藤崎龍っぽいトーンを使ったタッチだったりのポサは出ているし、シナリオは小説と同じように進んでいくのだが、サブキャラの尺度だったり読み込みに作家性が出ており、アニメ版だったらパッといでが目をベラするようなやつとかだったり無能キャラとかを、この小説のこの部分をこう解釈するならこいつは決して無能キャラじゃないよな、という感じの味付けがディモールとベネな作品。これはもう例えば明智光秀では昔は信長を裏切った三日天下だったクズって感じが、時代を隔てて歴史家がいろいろな尺度から物を俯瞰すると実はこいつはという感じで、時代によって評価が変わるのぜ。信長は理論派の冷酷な男だったという評価だったのが、例えば秀吉の妻のネネに宛てた手紙であの猿はネネという立派な嫁がいるのに浮気しててどうしようもないやつだ、みたいな文献が見つかると、あれ？こいつ意外と部下やその血縁とかとしっかりコミュニケーションしてるやつじゃない？ってなったりする感じなのぜ。メインシナリオは変化ないのであれとかあれは残念ながらしっかり画面をベラする部分は変化ないのだが、別の尺度からの銀英伝をたしなめる、とてもよくできた漫画。いいねこれ。チャンネル登録。